皆さん、こんばんマーティーン。出会いの魅力ボーイ、キングタクです。今日はフラワーショップ、花屋さんの魅力をお話します。確かに、レストランの花を生けたり、まあ、結婚式の飾りとかでいろいろ使われてますね。はい。これはね、花束を作るのもいいですね。はい。リボンだけでも100種類だそうです。水揚げも、はい。いいですね。はい。ただ、イメージを聞いて、まあ、花束の顔、まあ、ラッピングして、そして、店の外でも活躍しているそうです。いけばなもいいですね。特に忙しいのは母の日と3月。母の日もそうですが、父の日も花やる人もいるけども、3月はまあ卒業祝い、先生からの感謝の花束、まあ義認式と親認式、会社員の昇進祝いの注文が入り、もう一応たくさん入る。本当に多忙な時期でございます。普段はいいんですが、多忙があるんです。はい。まあ、繁忙も確かに大変なものですね。花屋さんの魅力、勉強になりました。植物好きも確かにおしゃれと植物、つまりフラワーファッションなんです。以上です。バイバイ。